ーズバレットのボーカル、そして告白のボーカル。星野草太でござ、ソーローえー、サプリメント一日の摂取量の6倍を取ってても、栄養失調になってしまう星野草太でございます。でも、だがしかし、 だが、しかし、鬼ポジポジでございますよ。ポジポジソータブで,でございますよ。ポジティブマンですよ。全然余裕っす。はい。えー、ねえねえ。柴田さん、動画見ましたよ。なんで柴田さん柴田さんのおすすめ。 今年来るであろう、ユーチューバーが、すするくんなんですか僕のことをしてくれないんですか僕はこんなに柴田さんの好きで、柴田さんを好きで、柴田さんのファンなのに、悲しいんです。だってさ、だってさ、確かに、趣旨一貫してますよ。 スすルくんを僕はディスってるわけじゃないですよ。趣旨一貫してて素晴らしいと思います。でもさ、でも毎日毎日同じ同じ動画上げてたらさ、飽きないみんな。そう思いませんかディスってるわけじゃないよ。ディスってるわけじゃないけどさ、毎日ラーメンを食べるて,て趣旨一貫してる、その、なんつうのかな、あのー、 心情はすごい確かに信念はすごいと思うけど正直飽きながいいかにゃああうんでね僕も趣旨一貫しますよもっとはもうあれですよどれだよで、ね、<laughs> あのみんなにこうねこんなつらい病気でも 明るく生きてると夢叶うぜとかさ、うん、あと笑う方には服着たるだぜとか、うんね、病気だろうが信じて、えー、思いを貫けば夢は叶うんだぜって、うん、そういう自分の趣旨一貫してるものがあるんですよ僕にだって。で動画自体は バラエティに富んでるじゃないいろんな真面目なことも話したりとかさニュースのことを話題になってること話したりとかしてるからさそうた来るでしょ来さしてよ押してよ柴 <laughs> 田さんの視聴者はちょっとちょうだいよ <laughs> リスナーさんくださいよ <laughs> まあ でもね人の力を借りてまあのし上がるのもまあちょっと違いますかねよくよく考えたらそうとはそうた節で頑張ってやっていきますうん確かにねまあ需要は少ないっすよねうん商品紹介とかはねあとゲーム実況とか俺しないしうん それに食レポとかみんなしてるからさそんなにねしたいなぁとも思わないしなんかね自分が好きなことをやっぱりやってたいんだよねだってさ俺はだよ俺の独断と偏見だけどなんか人が食べてるの見てても別にそんなにそれが面白いとは思わないんだよねまあでも ハイジーさんとかはすごい見てて面白いなって思うし僕好きなユーチューバーさんの一人なんですよハイジーさんはでもやっぱりハイジーさんってその食べるだけじゃないじゃないですか小ネタをいろいろ入れてるじゃないですかやっぱ芸人さんプロフェッショナルですよねそこら辺は、うん、だからまあ僕はバラエティーに富んだ動画を やり好きなことをやりえーのし上がっていきたいと思います諦めずまだまだねおりなんか視聴者も少ないし再生回数も全然少ないけど絶対負けるかって思いでうんだってね俺はゼロからスタートしてるから で、コネクションも何もないけど、こうやってね、うん、音楽の方の夢は実現させてるから、YouTuber の方でも夢は実現させてると思ってます。えー、ご視聴ありがとうございました。えー、皆さん、自分の力でのし上がると言いましたけど、拡散してくれたら、そうだ泣いて喜びます。ふふふよろしくお願いします。そして、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ。 一緒にこれをやってください。